はい、そういったわけでございまして、今回ご紹介するイベントがこちらです。源流米かまど七輪で作る焼きおにぎり体験会でございます。七ヶ宿暮らし研究所はですね、130年ぐらいの古民家になってまして、で、こちらの施設を運営するにあたりまして、リフォームをしたんですが、その時に、かまどを設置しました。で、そちらのかまどをですね、使ってお米を炊くと、これが同じお米なのかなっていうふうに、感じるぐらい美味しく炊けるんですね。で、ぜひ皆さんにかまどで炊いた、お米、ご飯を味わっていただきたいと思って、今回企画いたしました。まず日時がですね、6月18日日曜日になっております。お昼前に11時に集合していただいて、だいたいお昼過ぎ13時くらいに解散する予定でございます。定員は10名ほどで、こじんまりと行いたいなと思っております。イベント終了後は通常のカフェ営業になりますので、もしよければ参加された方はですね、その後、デザートセットみたいなものをですね、ケーキセットとか楽しんでいっていただくこともできます。参加費は1人につき500円でございまして、未就学児は無料でございます。まずですね、こちらの、かまどを使った体験会っていうのは、実は去年、の秋に炊き込みご飯の体験会っていうのを行ってるんですけれども、今回は、七輪でですね、おにぎりを作って、かまどで炊いたご飯で、おにぎりを作って、それを七輪で、焼きたいなと思いました。焼きおにぎり個人的に大好きなんですよ。すごく簡単ですし、それで美味しいですし、で中に、いろんな好みでね、いろんな具材を入れて食べること、自分の好みに仕上げることができるということで、とても好きなんですけど、今回の体験会ではちょっと中身に具材を入れるっていうところはちょっとやらないんですけれども、お味噌か、お醤油を、つけて、あるいは塩結びを、いずれを七輪でこうパチパチと、焼いていただいて、はい、でそれをみんなで、いただきますという感じの体験をしたいなと思ってます。で、使用するお米は、これはもちろんですね、七ヶ宿が誇る、ブランド米の七ヶ宿源流米でございますので、皆さんご期待していただきたいと思うんですね。で、私もですね、最初に、このかまどで炊き上げたご飯をいただいた時に、全然違うんだなっていうふうに思いました。で、思い返してみたら、昔、実家でですね、ガス釜でお米を炊いていたのを、うっすらと覚えてるんですね。本当、私子供の頃だったんですけども、でそれが、炊飯ジャー、マイコンジャーみたいな、言われますよね。電気で取れるやつですね、できるやつ、はい、で、とっても便利になったんですけれども、ですが美味しさで言ったら、電気のマイコン炊飯ジャーっていうんですか、それよりもなんかガスの方が美味しかったなっていうのがなんとなくうっすらあるんですね。でその記憶が間違いじゃなかったなっていうのが、そのかまどを使ってできたご飯を食べた時確信したんですけど、やっぱりね、これは米の粒立ちが違うと言いますか、本当に一粒一粒をいただいているなっていう感じがすごくしっかり感じ取れるのと、それとやはりお米の甘みとか、その粘りとか、そのいわゆる美味しさの要素、もろもろの要素があると思うんですけれども、あんまりその、細かくはちょっと伝えられないんですけれど、そういったものがとにかく美味しいなって感じさせる要素がとっても色濃く出てるなっていうのは、そのかまどで炊き上げたご飯の特徴かなっていうのはすごくとても思いました。で、それでおにぎりを作っただけでも、これ間違いなく美味しいですけれども、今回はですね、本当にちっちゃな七輪がこうあるので、それでですね、こうパチパチっと焼いていただいて炙っていただくような感じですね。で、焼きおにぎりに
しちゃったらどうかなっていうところで、こんなの美味しいに決まってるじゃないですか。なので、それを、体験会という形でご用意させていただきましたので、皆さんぜひぜひ、ご参加いただきたいと思っております。お申し込みはいつもの通り七ヶ宿暮らし研究所のホームページに特設ページがございますので、そちらから申し込んでいただくということでございます。あとですね、簡単でありますけれども、ちょっと、お味噌汁のようなもの、あとは漬物のようなもので、本当にこう、主役はあくまでもかまどご飯で、作った焼きおにぎりっていうところで行いたいと思いますので、テーマとしては素朴で美味しい田舎ご飯を体験していただける、そんな、イベントにしたいと思っています。それでは皆さん、どしどしご応募ご参加の方をよろしくお願い申し上げます。ではまた次の動画でお会いしましょう。